フリオ・フランコ、フリオ・セーサル・フランコ・ロブレス、フリオ・セザル・フランコ・ロブレス、1958年8月23日、交渉対は、ドミニカ共和国の後マジョール州後マジョール、デルレイ出身の元プロ野球選手内野手コーチ、監督、右投げ右打ち、にフィラデルフィア・フィリーズと契約、にメジャーデビュー、からにかけて、シルバースラッガー賞を受賞。 1991年には打率341で首位打者を獲得している。は MLB 史上最長のストライキによる影響とテキサスレンジャーズ在籍時の監督で同年から千葉ロッテマリーンズの監督に就任したボビー・バレンタインの誘いを受けたことによりロッテに入り、当時はフランコのような MLB の現役大物プレイヤーが日本の球団に移籍することは稀で、 日常生活や練習態度まで野球に真摯に向き合う姿勢に小宮山悟や堀光一をはじめ多くのマリーンズナインが感銘を受けるようになった。シーズン途中から不動の4番を任されリーグ3位の打率。306、10本塁打、58打点の安定した成績を残しベストナインとゴールデングラブ賞を受賞。10年ぶりの A クラスとなる2位に躍進する。 原動力となった。しかし、バレンタイン監督が、広岡達郎 GM との確執で解任されると、110試合以上、出場した場合は残留か否かの選択権がある、という契約条項を示して、自らの意思で対談。いつか、必ずロッテに帰ってくると言い残して MLB に、復帰した。その後、に、選手会の強い要望でロッテに復帰。復帰時は、 すでに40歳だったが、近藤昭人監督から首相に任命されて、チームを牽引した。打率、290、18本塁打、77打点の成績を残して、ベストナインにも選ばれたが、チームは、プロ野球記録の18連敗を喫するなど最下位となったことで、貢献度が低いという評価を下され、2度目の来日も1年で退団した。あには、 日米野球のメジャーリーグ選抜としても来日している。現役生活は40代後半まで続き、6月27日にはメジャーリーグ史上最年長、46歳と308日での満塁本塁打を記録。その他にも史上最年長での大打ホームランや史上最年長での1試合に盗塁など、最年長とつく記録の多くを塗り替えた。食事を死亡に変えず、 エネルギーを欠乏させないために一日に五から六食、少ない量の食事をとるボディビル式の調整法などで、四十五歳の時チームメイトをして、フランコほどコンディションの良い選手は他にいないと、言わしめたほどである。四月二十日対サンディエゴパドレス戦では、代打本塁打を放ち、九百三十年に、フィラデルフィアアスレチックスのジャック・クインが四十六歳と357日目で、 放ったメジャー最年長本塁打記録を更新。5月4日の対アリゾナダイヤモンドバックス戦で、ランディ・ジョンソンから2点本塁打を放ち、自身の持つ最年長記録を48歳254日まで伸ばした。しかし、青年には様々な説があり、ロッテ時代には1961年生まれとされていたが、後にメジャーリーグ機構の発表で1958年と、 訂正された。有力なのは、キャリア初期に開示された1954年生まれ説で、ある。1954年生まれだとすれば、最年長本類打記録は50歳を超えていたことになる。は、メキシカンリーグのキンタナロータイガースでプレーしていたが、5月3日に同年限りの現役引退を明らかにした。1月。 メキシカンリーグのプエブラ・パロッツの監督に就任した。5月、米独立リーグ、ユナイテッドリーグ・ベースボールのフォートアース・キャッツが、コーチ兼任契約をしたことを発表。55歳で6年ぶりに、現役復帰し、主に4番 DH で7試合に出場し打率、222、27打数6アンダを記録した。BC リーグの石川ミリオンスターズに、 選手兼任監督として入団した。選手として打率。312、77打数24アンダを記録し、監督として31勝38敗3分を記録した。チームはリーグワーストの失策を記録するなど低迷。石川は2シーズン制導入以来続いていた地区チャンピオンシップ進出がストップした。10月20日に石川を退団し、から韓国。 ロッテジャイアンツの二軍打撃コーチに就任すると発表した。同年8月18日、ロッテジャイアンツの一軍コーチへ配置転換された。2018年より再びロッテの二軍打撃コーチに配置転換された。バットのグリップを高く掲げ、先端を投手に向ける独特のフォームはスコーピオン打法と呼ばれた。この打撃フォームは誰に教わったわけでもなく、小さい頃から グリップの位置を少しずつ上げていって、ちょうどいいところでこうなったという。メジャー屈指のアベレージヒッターであり、1991年には、首位打者を獲得。MLB 通算打率も、298と高い成績を残している。MLB 通算2586安打は、ドミニカ共和国出身者として、エイドリアン・ベルトレ、ブラディミール・ゲレーロに次ぐ、歴代3位。 また、日本プロ野球で286安打、韓国プロ野球で156安打、メキシカンリーグで316安打、ドミニカウィンターリーグで267安打、MLB 参加のマイナーリーグで618安打、米独立リーグ、ユナイテッドリーグベースボールで安打、日本独立リーグ、BC リーグで24安打を放っており、プロとして通算4259安打を記録している。 これは通算安打世界記録保持者の一郎を上回る数字である。足も速く、かつては30盗塁以上を何度も記録していたが、2、膝の大怪我をしてしまい、それ以降はほとんど盗塁はできなくなった。しかし40歳後半になってからも、少ないながら、毎シーズン盗塁を記録した。デビュー当初は、遊撃手だったが、あまりのエラーの多さから二塁種に、 コンバートされた経緯がある。二類種に関しても足の割に守備範囲が狭いことなどで、あまり評価は高くなかった。膝を痛めてからは一類種、指名打者に専念した。NPB では1995年に一類種として、ゴールデングラブ賞を受賞している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。